皆さんこんばんはアコユカショッピングのお時間です本日紹介するのはちょうどこの時期に皆さんがとても悩まれる例のあれを撃退する商品です例のあれそう真っ黒の美味しいやつですここまで来ると何の話かわかりますよねそうですゴキブリです 冬の時期になると猫鍋ならぬゴキ鍋がいろんな地域でご家庭でも見られるようになりますねいやー犬は喜び庭駆け回り猫はこたつで丸くなるそしてゴキブリ鍋の中ってねそれを食べるのが里ヶ島の郷土料理なんですが関東の方々は確かローで固めてアンティークにするのが流行ってるんだとかインスタ映えってやつですかね そんなゴキブリの退治方法なのですがアコイカプロジェクトでは実はアンケートを実施しておりましてそちらでお答えしていただきましたゴキブリが家に出た時あなたは何を使って退治しますか ?5 位からの発表ですでんでげでげでげでんでげでーじゃん5位、新聞紙 いやーやっぱ新聞紙って便利ですよね。こうくるくるっと丸埋めてペンって叩くだけでゴキブリがぺちゃんこになりますからね。やはり誰もが扱える最強の武器は新聞紙でしょう。そして第4位。でんでけでけでけでんでけでんでんでーん。ゴキジェット。いやーやっぱゴキジェット流行りですかね。なんかあらゆる人たちがゴキジェットを使っていますね。 やはりゴキジェットがあればゴキブリを簡単に倒すことができるということで皆さんご家庭にね300本ぐらい置いてるんじゃないでしょうかでは第3位でんでげでげでげでんでげこれやらなくていいでーん猫の餌にする やっぱね家庭に1匹以上は猫いるっていう家庭いらっしゃいますからねその猫にあのゴキブリを襲わせるっていうのがやはり最強の方法かなというふうに思われております堂々の3位ですね銅メダルを手に入れましたさすが猫ですただね冬になると猫は寒さのあまり動けなくなってしまうのでゴキブリがね鍋の中に入ってきた時に猫が倒してくれないということが多々あるんですよねそんな皆さんがよく使っている最強の ものといえばそう第2位にランクインしていますでででででででんでけでけでんでんけけけ佐渡島の人を召喚やっぱねー郷土料理としてゴキブリを食べている方々を召喚するのが一番強いですよね退治してくれた上でその日の夕飯にもしてくれるという。 召喚するために必要な触媒がね、賢者の石って言われてるんですけれど、まあね、その賢者の石をちょっと集めるのにちょっと苦労するかもしれませんね。ただ、賢者の石があれば、佐渡島の人を召喚できてね、ゴキブリを退治することができて、夕飯までありつくことができるという一石三鳥ですね。ははははは。さあ、そこまで話しましてね、実は堂々たる1位にランクインしたね、ものがあるんですよ。本日私が紹介したいのは、そのね、 ゴキブリを退治する堂々ナンバーワンの商品なんですねそのナンバーワンとはデンデゲデゲデゲデンデゲデンデでーエレストそう本日紹介するのは冬のこれから鍋に大量発生するゴキブリを一気に退治する商品なんですそれがエレメンタルストーリーなんとエレメンタルストーリーってねゲームアプリなんですけれどこちらのアプリ3つ同じ色を揃えると ほら見てください消滅するんですこれならわざわざ佐渡島の人を呼ぶ必要もないしこたつで寝ている猫ちゃんを起こす必要もありませんもしゴキブリが3匹以上でもご安心を特定の形に並べて消すとスキル発動敵モンスターをついでに倒してくれるんですすごいでしょうしかもなんとこの商品初回ダウンロード無料なんですもう一度言いますよ初回ダウンロード無料なんですさらに もし今回ダウンロードしてくれる方に限り、2回目以降のダウンロードも無料無料尽くしのスマートフォンあかり、エレメンタルストーリーお電話は今すぐシューな動画が作たらあ。プロジェクト。